皆さんはドリアンを食べたことがありますでしょうか？マレーシアに旅行を考えていて、ドリアンを食べてみたいっていう方も多いと思います。今回はドリアン初心者の方向けに、ドリアンの種類、ドリアンの選び方、ドリアンとお酒にまつわる都市伝説の検証、これについてお話をさせていただきます。ドリアンは果物の王様と呼ばれていて、東南アジア全体で育っている植物です。その匂いと味には他の果物にはない独特なものがあって、この味に取りつかれた人はどんなに高い値段であっても惜しみなく食べます。特にマレーシアでは自然に木から落ちたものが市場に流通していて、ドリアン通からしてみるとマレーシアのドリアンは最高なものとなります。しかし道端で売られているドリアンは全て美味しいかっていうとそうではなくて、しっかりと選ばないとハズレをつかんでしまうことがあります。普通ドリアンはその強い匂いのためにホテルへの持ち込みが禁止されています。匂いが繊維に染み付いて数日間取れない場合があって、チェックアウトした後次のお客さんから苦情が来てしまうためだからと思います。ホテルに持ち込めない果物って言えば、ドリアンの他にマンゴスチンがあります。マンゴスチンは果物の女王と言われていて、白くて非常に上品な味がして全く匂いません。しかしこれもホテルに持ち込みが禁止されています。これはなぜかというと、マンゴスチンの皮には紫色の色素が含まれていて、この色素がシーツなどにつくと色が洗っても落ちないからなんですね。私が初めてドリアンを食べたのは30年ほど前で、トレンガルーのカパス島に行くとき、マランという船着き場で売ってた小粒のドリアンだったと思います。確かね、3リンギットだったというのを覚えてます。その時は甘いアイスクリームのような味がして非常に美味しかったんですね。このように初めて食べたドリアンが美味しいものだと、ドリアンが好きになるんだと私は思います。また反対に、あまり美味しくないドリアンを最初に食べてしまうと、もう二度と食べるかっていう風になるんだと思います。ドリアンと一口に言ってもいくつもの種類があります。今度のマレーシア旅行でドリアンを初体験しようと思っている方、まずドリアンの種類を少し知ってもらって、どの品種を食べようかとか、そういう計画を立ててみてください。そうするとより一層マレーシア旅行の楽しみが味わえます。売られているドリアンを簡単に分類しますと、野生のものと栽培されたものっていう、こういう大きな2種類に分類されます。野生のドリアンをドリアンカンポンと言います。私がこの動画で品種とかこういうブランドだとかって言ってる場合には、栽培されたものだと思ってください。これは私の意見なんですが、ドリアンを初めて食べる方はドリアンカンポンはあまりお勧めしません。これはドリアンカンポンが美味しくないからっていうことではなくて、一個一個違う味がするからです。ドリアンの上級者になって、当たりも外れも含めてドリアンのいろいろな細かい味を楽しみたいっていう人が、このドリアンカンポンの醍醐味を味わえると私は思っています。まあこういった理由で、初めての方がドリアンカンポンを食べて外れに当たったとか、自分は合わない味に出会ってしまったりすると、ドリアンを嫌いになってしまうリスクがあるんです。ですので、初めての方や初心者の方は品種とかブランド名がついたドリアンを買って食べられるのがいいと思います。マレーシアには昔から誰々の家のこの木になっているドリアンは最高だっていうものがどこの村にもあったものです。その木をめぐって家庭内の財産相続争いすら起きてもおかしくないほど美味しい木があったんですね。今でももちろんあります。その木のオーナーは日本の種苗法のように登録が行えて、 D で始まる番号のついた登録番号をもらえます。例えば D24 とかよく聞く番号がそれにあたります。その番号以外にその村で特別な呼び方があったりすると、それがブランド名となります。少しこのような品種の例を見ていきましょう。 D24 っていうものがありますよね。よく見るドリアンです。D24 はペラ州由来の品種なんです。形は丸のものが多くて、マレーシアでは以前から多く栽培されています。D24 は非常に甘いんですが、少しだけ苦味があります。この D24 をしっかりと栽培した最高の D24、これをですね、スルタンとか XO という別名で呼んでいます。XO ってよく見かけますよね。でもたまに D24 と XO が並んで売られてる場合っていうのがあるんですね。ひどい場合には D24 が置いてあって、スルタンが置いてあって、XO まで置いてあるんです。
ちょっと私はなぜそのようになってるのかはわかりませんが、基本的には D24 の素晴らしくよく栽培されたものをスルタンとか XO と呼んでいます。そして D175 っていうものがあります。この D175 っていうのはウダンメラだとかレッドプラウンと呼ばれているものですね。これはペナン出身の品種なんです。ペナンのドリアンって美味しいですよね。特にペナンのバリプラオという空港の近くね、ちょっと山の方に行ったところ、これバリプラオという地域なんですが、ここのドリアンは最高です。みんな最高なんですけど、ペナンのバリプラオも最高です。さて D197 ってこれブランドなんていうドリアンかわかりますでしょうか。この D197 ってこれがですね、泣く子も黙るムサンキングのことを言うんですね。ムサンキングっていうのはクランタン州由来の品種でして、ムサンキング以外にラジャクニットっていう名前があります。このラジャクニットっていうのは日本語に直すとターメリックの王様ってこういうような意味ですね。そういった名前でも呼ばれています。この他にも様々な種類がありますが、大抵の方が好んで買われるのは何といっても D197 のムサンキングか、最高級の D24 である XO なんじゃないでしょうか。私も両方とも好きです。私個人の見解ですと、ドリアンの中級者までであればやっぱり D197 のムサンキングが一番おすすめなんじゃないかなと思います。このムサンキングをおすすめするっていうこれにはちょっと理由があるんです。 D24 のドリアンっていうのはすでに昔から栽培が推奨されてるんですね。それでどこもかしこも D24 を栽培してきたんです。そのために品質が農園によって様々な感じで行われてるんじゃないかなと思うんですね。これによって味が違ったりとか、たまに味が悪いものがあったりとかするんだと思います。それとはちょっと違って、 D197 のムサンキングっていうのは最近栽培が始まりました。それで中国に認知されてるっていうために栽培の品質が高いんだと思います。まあこれが私の考えている理由です。実はこの他にも D24 とかムサンキングより美味しいって言われる D200 っていうのがあります。この D200 別名をブラックトーン、黒いトゲ、こういう風な呼び方をするドリアンがあります。一時期は幻のドリアンなんて呼ばれてましたよね。私はまだブラックトーン食べたことがありませんけれども、これはね、ぜひぜひ食べてみたいと思っています。ドリアンの選び方で、まず最初にお伝えしておかなければならないことがあります。もし視聴者の方の中で、外れを避けて安全パイを引きたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひイオンのスーパーマーケットで売っているムサンキングを選びましょう。すでにパックに入っていて面白さはありませんが、ほとんどが当たりです。できることならば、ドリアンの季節に店員さんが皮を剥いてその場でパックしたばかりのものを買ってみましょう。このイオンのドリアン剥きをしているスタッフっていうのは、これね、ドリアンに対して目と鼻、これがすごい効くんですね。これ私見ててプロ級だと思ってます。ですので安心して購入していいと思います。イオンのスーパーマーケットでは、ムサンキングの他にドリアンカンポンとか D24、D101 なども置いてありますが、これらはドリアンが好きになってから食べた方がいいっていうのが私の意見です。イオンのスーパーで買うっていう、これはね、ドリアンの安全牌の引き方なんですが、やはりドリアンを道で選んで買いたいっていう方は結構いらっしゃると思います。こういう方へのアドバイスをちょっとします。まず最初のアドバイスですが、まずお店を選んでください。これも口コミでしかないですね。私の家の近所にも何人かがドリアンを売っていますが、いつも良いドリアンを売ってる店っていうのがあって、これは口コミでしかその評判を聞けません。ただ口コミで評判の良いお店であったとしても、味見はしっかりする必要があります。この味見の仕方なんですが、ちょっとだけ切り込みを入れて、指で押して判断するっていうのをよくやられますよね。これはね、やめてください。このドリアンの味見っていうのは基本姿勢があって、その場で食べてしまうぐらいの態度をお店の人に見せなきゃいけないんですね。したがって、切り込みを入れるんではなくて、もうその場で割ってしまって、そのうちの一つをランダムに一個ピックアップして食べてしまうっていうぐらいのことをしてください。人によってはね、2房ドリアンを買うような場合には、1房をそうやって割るんですね。それでタッパーウェアに全部詰めてもらいます。つまり全部取り出しちゃう
んです。それでタッパーウェアに入れて一個一個指で確認してたまに一個食べてみたりする。これをされると店側としてはいい加減なことができませんので、まともなドリアンを出してくるわけです。それでタッパーウェアに入れられたものを一つ一つ指で確認してきますよね。そうすると中には硬いものとかあるわけですよ。そういった場合にはそれをリプレイスしてもらってください。大抵ね、お店には半分空いたようなドリアンっていうのがあるんですよ。他のお客さんから断られたとか、あと自分で食べちゃったドリアンだとか必ずあるんです。味見用とかね。なんでそこからそのダメなドリアンを取り替えてくれるはずです。大抵はねやってくれますので、それをぜひ交渉してみてください。それでこういったね味見の姿勢、これが味見の基本的なテクニックなんです。ぜひやってみてください。それでおそらく皆さんはお店の人がはいこれだよって出してきたものを選んでんじゃないかなと思うんですね。でもですね、皆さんの中にはそうじゃなくて自分からドリアンを選んでみたいという方もいらっしゃると思います。これからいくつかの方法をご紹介しますが、これはねお店の人がよくやる方法です。ですので私がなぜそのような方法をするのかっていうのをお話ししますので、それをよく知った上でご自分でもやってみてください。まずですね、ドリアンを売ってる人っていうのはよくドリアンを振っているのを見かけると思います。あれは何をしてるかっていうと、中に入っている身が外側と分離してるのかを調べてるんです。ムサンキングの美味しいものっていうのは見たことがあると思いますが、こう身が取り出しやすいですよね。これは身が満杯に入ってるっていうんじゃなくて、ほんの少しだけ小さめになってるんですね。そのために振ってみるとカタカタっていうようななんかこういう音がして、その身が分離してるっていう感覚が手に伝わってくるんです。もちろんそうやって分離していなくても美味しいものっていうのはいくらでもありますので、まあ参考程度にしといた方がいいです。もしお店の人がこうやってドリアンを振ってね、これ OK だってこう出してきたらですね、皆さんも振ってみてください。それがお店の人の演技だったりする場合もあるわけですよ。本当にこうやってカタカタするのかなっていうのも、まあ勉強の意味も含めて調べてみる。これ大切なことです。そしてその他にドリアンを振る以外にもよく包丁でポンポンと叩く場合がありますよね。これはドリアンの身がどの程度入っているのかっていうものを調べてるんですね。ドリアンの外側っていうのは一番外側のそのトゲの部分っていうのは硬いですよね。でもその内側に入るとスポンジのようになってるんです。このスポンジの部分が大きいかどうかっていうのはこう叩いてみるとある程度わかるんです。このポコっていうような音が強い場合には、そのスポンジ状の部分が多いってことなんですね。このポコっていうのはこう、実際に慣れてみなきゃわからないんですけれども、ただお店に行って包丁持ってるわけじゃないですからね、包丁貸してくれって叩くわけいかないので、上級者がよくやることなんですけども、爪でね、ドリアンのトゲをゴソゴソっとこう擦って調べる方法があります。これはまあ相当慣れてる人じゃないとわからないんですけれども、その音でもって、だいたいそのドリアンの中のスポンジの状態がわかると言われています。私もね、爪で擦ってみたりとかするんですけど、まだちょっとね、そのテクニックを身につけてないですね。もし叩く方法をやる場合には、この叩く時の音っていうのは、叩く位置によって若干違うんですよ。このスポンジ状の部分が大きくなってるっていうのは、これ大抵の場合はドリアンの上の方の部分ですね。だからそこの部分をまあちょっと叩いてみるとかね。あと本当に下の部分をポンポンって叩いてみる。下の方にもね、たまにスポンジ状になってるものがありますね。この二つの方法はドリアンを叩いたりとか振ったりとかそういうふうに触って確認する方法ですが、その方法の他にドリアンにほとんど触らず身がどれぐらい入ってるかを見分けるテクニックというものがありますんで、ぜひこれを身につけてみてください。結構この方法は簡単なんですね。ドリアンの中にはいくつもの部屋があって、その中に身が入ってます。この部屋のことをサランと言います。サランブルンというと鳥の巣ですので、ドリアンの場合は身が並んで入っている部屋ということになるわけですよね。このサランがどのようになっているのかを外見から判断してみます。まずドリアンのお尻を見るとうっすらと線が引かれているのがわかります。この線はドリアンの頭の方までずっと伸びていて、その部分がサランの区切り、つまり部屋の壁に当たるわけです。これでドリアンの中のサランの間取りがだいたい見当をつけられます。注意する点としては、ドリアンの中にはてっぺんの部分が少し小さくなっているドリアンがありますよね。そのてっぺんの部分っていうのは身が入ってないんです。そのような場合には味見をするときにそのてっぺんの部分まで割ってもらって、そこのサランの間取りの様子をちょっと確認します。こう皮だけだったとか
ね、そういったことがないように。それでドリアンっていうのは大抵こうお尻の部分っていうのが大きくなってますんで、その部分に身がこう集中しているっていうこともあるわけですね。ですので頭の部分に身が入っていないからといっていきなり苦情を言ったりするんじゃなくて、こうドリアン全体的に見て納得のできる量の身が入っているかどうかというものを確認して、それで値段を交渉したりします。このサランの読み方をマスターすると、上級者の場合には最悪の場合ナイフを使わずにお尻のこのねサランの線に爪を入れて、それでドリアンを割ることができます。結構簡単にできます。ドリアン狩りに行ってちょっと手元にナイフがないなぁなんていう時は、このやり方でドリアンを開けてしまうことができます。この振る、叩く、サランを見分けるっていうこの3つのテクニックね、これを知っていることだけでドリアン選びが楽しくなりますんで、ぜひお試しください。さてこれからはドリアンにまつわる都市伝説で、ドリアンを食べた後に酒を飲むと死んでしまうっていうものについて検証していきたいと思います。皆様はこのような都市伝説を聞いたことがありますでしょうか。おそらくマレーシアではマレー人だけでなくて全ての人種に100年以上この都市伝説が語り継がれているものと思います。その都市伝説の中には、ドリアンを食べた後にお酒を飲むと体の中でヒ素が発生するなんていうね、そういうとんでもない原子核反応とか核反応を示唆するものまで出てきています。こういった都市伝説に関しては様々なバージョンがあります。それでその中の一つに、ドリアンとコーラを一緒に取ってはいけないっていう都市伝説がありまして、この話についてはシンガポールにあるコカ・コーラの公式ホームページで否定されてます。概要欄にちゃんとリンク載せておきますのでご覧になってください。やっぱしね、果物の王様と呼ばれるだけあって、さまざまな都市伝説が存在しています。さてドリアンとお酒に関するレポート、これはですね、ドリアン&アルコール A Preliminary Reportというタイトルの論文が1969年、これシンガポールで発表されています。この論文ではマウスを使ってアルコールとドリアンをマウスに取らせて、その後にマウスがどのような行動をするかというものを観察して、ドリアンとお酒の影響を調べています。それで今回紹介する論文は2009年に発表されたドリアンとアルコールについての都市伝説をね、科学的に検証を行った論文です。これをちょっとご紹介したいと思います。それで結論から最初に申し上げますと、ドリアンとアルコールは極力同時に取らない方がいいっていう結論が出ています。これから説明することはちょっとばかし背景となる生物の知識が必要なために、その知識も交えて解説させていただきますので、どうぞ最後までお付き合いください。この論文は Inhibition of Aldehyde Dehydrogenase Enzyme by Julienne Fruit Extract、こういうタイトルが付けられておりまして、体内にあるアルコール分解システムにドリアンがどのように影響を与えるかということを試験管の中で調べています。まずはじめに、私たちの体の中でアルコールがどのように分解されてどのように酔っていくのかということをちょっと簡単にご説明いたします。お酒に含まれるアルコールはエタノールと呼ばれるもので、エタノールは主に小腸から吸収されて血管に入ってきます。血液に入ったエタノールは ADH という酵素によってアセトアルデヒドという物質に酸化されます。このアセトアルデヒドが脳に働いて酔っ払うわけです。このアセトアルデヒドの血液中の濃度が高くなると、アルコール中毒になって救急車のお世話になるわけです。アセトアルデヒドの濃度が高くならないように、また別の酵素が体には備わっていて、その酵素を ALDH と呼びます。この ALDH はアセトアルデヒドを酢酸、つまりお酢に変えるわけです。お酢は無毒ですので、これによってアセトアルデヒドの血中濃度が下がって酔いが覚めるっていう仕組みになっています。この2つの酵素のうち ALDH が働かないと、どんどんアセトアルデヒドが血液の中で増えていきます。これはもちろん危険であるっていうことはお分かりいただけると思います。大量に酒を飲んだ場合、ALDH の働きが追いつかなくなってしまった。これを急性アルコール中毒と言います。今回ご紹介させていただく論文では、ドリアンがここに挙げた ADH と ALDH というこの2つの酵素に何かしら影響を及ぼしているのではないか。こういうことを調べています。ドリアンとお酒を一緒に飲むと死んでしまうとか、救急車で担ぎ込まれるっていう都市伝説が語られているわけですから、この2つのうちアセトアルデヒドをお酢に変える酵素、つまり ALDH がドリアンによって機能しなくなるんではないかっていうことは推測できます。それでこの論文でその実験を行ってるわけですね。
この実験では人の酵素の ALDH によく似た働きを持つパンに使われるイースト菌ですね。このイースト菌も ALDH を作り出して、それを YALDH というふうに呼んでいます。この YALDH を使ってドリアンの絞り汁の中に入れてこう様子を観察しました。それで ALDH が酵素として働く際にエネルギーを供給する必要があるんですね。そのエネルギー供給源となる NAD プラスっていう物質なんですけど、それもちゃんと試験管に入れて実験を行っています。この実験によるとドリアンにはアセトアルデヒドをお酒に変える酵素、つまり ALDH の働きを阻害するっていう、これが分かったんです。この論文の結果から推測しますと、これ私の推測ですが、ドリアンとお酒を同時に飲むとALDH が阻害されるわけです。これは論文で言われてるわけですね。そうすることによって、なんか急性アルコール中毒のような状態になってしまう可能性が非常に高くなるんだと。それで救急車で運ばれて、場合によっては死んでしまうということもあり得る。これがこの都市伝説の実際のところなんだと思います。この論文に関しても概要欄に URL を貼っておきますので、例えばですね、家族旅行でマレーシアに来て、そのお父さんがですね、そんなの関係ねえよって言ってですね、ビールとドリアン食べちゃうとか、そういうふうなわがままお父さんがいたら、お父さんこの論文を読んでくださいって見せてあげてください。以上、ドリアンに関する3つの知識。ドリアンの品種、ドリアンの選び方、そしてドリアンの都市伝説、ドリアンを食べて酒を飲むと死んじゃうよ、この3つの知識についてお話しさせていただきました。もしこの動画が気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。